はいえー、それではですね、えー、お時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。AWS ブラックベルトオンラインセミナー,、えー、リインベント2018アップデート速報をお送りいたします。でこちらのブラックベルトオンラインセミナーなんですけれども、えー、サービス別、ソリューション別、まあ、業種別、まあ、それぞれのテーマに分けてです、ね、えー、AWS の、えー、AmazonWebServiceJapan が、えー、主催する、えー、オンラインセミナーのシリーズです。 で質問を投げていただくことができるので、えー、ご質問があれば、ですね、えー、右側の円に従って、ですね、えー、メッセージを投げていただければと思うんですけれども、えー、今回、内容が盛りだくさんなので、す、え、べ、ー、てお答えできるか、ちょっとわからない部分があります。 で可能な質問に関してはですね、えー、なるべくブログでご回答したいと思いますので、えー、どしどしご質問いただければと思います。ただあの、今後のです、ね、リージョン展開のスケジュールに関するご質問については、えー、お答えするのが難しいところもありますので、えー、ご容赦いただければなというふうに思っていますで。Twitter のハッシュタグ、えー、AWS ブラックベルトをご利用ください、えー。しゃべりながらですね、えー、見ながらやっていきますので、えー、どしどし、えー、ツイートしていただければと思います。 ははいでは自己紹介なんですけれども、私ですね、小林と申しますで。主に大企業のお客様を担当してるんですけれども、好きな AWS のサービスは、まあ、今回さまざまなアップデートがあった S3、EFS、EBS というところが好きなサービスというふうになっております。で今回のアジェンダなんですけれども、AWS リンベント2018の開催概要をちょっとだけご紹介をさせていただいてで、会期中に発表されたアップデートをご紹介していきます。 で3つ目のです、ね、最近発表された重要アップデートというところなんですけれども、今回、会期中に発表されたアップデートがです、ね、100弱ございます。なので、ちょっと時間が足らないと思うので、後日です、ね、スライドシェアとか PDF という形でご覧いただければなというふうに思っております。で早速です、ね、開催概要に行きたいなと思うんですけれども、Reinvent というのはです、ね、AWS 世界最大のカンファレンスです。 で技術者の方のみならずですね、えー、ビジネスに責任を持つ方向けにも、えー、幅広い学びをご提供するというのがテーマですでラスベガスの7カ所のホテルが会場で、えー、5万人以上のお客様にご参加をいただいてます日本からもですね、えー、1000名以上の方にご参加をいただきまして2100以上のセッションまあ、様々なテーマのセッションをご提供しています で新しいサービスとかですね、新機能の発表とともに、パートナー様のブース展示やハンズオン、ブートキャンプ、認定試験会場など、ま様々なコンテンツをご用意していますで。リプレイパーティーというですね、パーティーであるとか、パブクロール、これはパートナー様のですね、レストランを借り切ったものにお邪魔をしてですね、いろんなお話をしましょうというイベントなんですけれども、ま様々なネットワーキングイベントというのをご用意をさせていただいております。 で早速ですね、会期中に発表されたアップデートの方行きたいなと思うんですけれども、日ごとにまとめさせていただいてます。で初日がですね、11月25日なんですけれども、11月25日はですね、すべて全部で10個のアップデートが発表されましたで。1つずつですね、簡単に見ていきたいなというふうに思っております。 1で一つ目がです、ね、インテリジェントなロボットの開発を容易にする AWS ロボメーカーというです、ね、新しいサービスを発表させていただきましたというものですで。このロボメーカーなんですけれども、クラウドナインベースの開発環境とかです、ね、ロボットのシミュレーション環境、あとはです、ね、デプロイする仕組み、まあ、そういったものをです、ね、一通りサービスとして提供するのが、このロボメーカーのサービスの内容になります。 でロボットのオペレーションシステム向けにです、ね、AWS のサービスと連携するような機能を追加するパッケージというのをご用意してますので例えばです、ね、画像を識別しましょうとか非常に高度な処理を簡単に実現できますというのがポイントですでこちらのロボメーカーなんですけれども現時点ではです、ね、バージニア、オレゴン、アイルランドの3つのリージョンで使えるようになっていまして他のリージョン、まあ、特にです、ね、皆様、東京が気になるんじゃないかなと思うんですけれども他のリージョンに関してはです、ね、2019年に 展開をさせてていいただく予定とううふうになっておりますで次にご紹介をさせていただきますのが、おっと失礼しました。次にご紹介をさせていただきますのが、モダンなウェブアプリケーション向けに、ですね継続的なデプロイとホスティングを行うサービス、AWS Amplify Console というのを発表させていただきました。でモダンなですねモバイルウェブアプリケーションというのは、まあ、フロント側の実装とバックの実装でですね、 ロジックが分散するのでデプロイ作業が難しいというのがよくある課題なんじゃないかなと思うんですけれども、アンプリファイコンソールはです、ね、これを解決するのがテーマですで。リポジトリを指定していただいてです、ね、あのまあ、アプリケーションを書いていただいて、でリ,ポジトリ,リポジトリに対してコミットを打つとです、ね、まあ、フロントとバックの双方に対してデプロイをやってくれますというのがポイントです。でこのアンプリファイコンソールに関してはです、ね、バージニア、オレゴン、アイルランド、オハイオ、シドニーのリージョンで使えると。 いう状態になってます。で次にご紹介をするのがまあ、ちょっと地味ではあるんですけれども私の中ではですね今回非常に重要なアップデートの一つかなと思ってるんですけれども AWS Transfer for S SF SFTP SFTP というサービスを発表させていただきました。でこれはですね何ができるようになるサービスかというと S3 に対してファイルをアップロードしたりですねダウンロードしたりする際に S3 の API を使わずに SFTP を使ってアクセスができますよというのがこちらのサービスのポイントになります。で、ユーザーの権限管理あのどのファイルに対してアクセス権があるかという管理が必要になると思うんですけれどもこちらはですね i a m ロールでやるという格好になってます。 でこのトランスファー r s f t p なんですけれども、フルマネージドのサービスという形になっていて、自動的にです、ね、スケールするとともに、上長性も担保されてますので、安心して使っていただけるというサービスなんじゃないかなと思いますで。料金なんですけれども、このエンドポイントを使う料金が1時間あたりいくらという時間課金の部分と、アップロード、ダウンロードの両方向に対して、ギガバイト当たりいくらという料金が発生します。 でこちらのです、ね、トランスファー法 SFTP に関しては、東京を含むですべ、ね、てのリージョンでご利用いただけるようになっています。はい、次が、ね、a w s データシンクです。この a w s データシンクは何をやってくれるかというと、エージェントを使ってです、ね、オンプレミスのデータを S3 とか EFS に素早く転送してくれるというのがポイントです。 でこのエージェントはですね、自動でアップグレードする仕組みがあるので一度入れてしまったらですね、基本的にはメンテしていただかなくても大丈夫ですという作りになってます。でこのデータ転送なんですけれども暗号化当然やってますで独自プロトコルを使ってですね、高速転送ができるようになっていて1つのエージェントあたりですね、まあ、最大 10GBps での転送ができますと。 もちろんですね、サーバーの肉の待機に制限されるところはあるんですけれども、仕組み上は1 0ガ b p s がいけますというところです。とはいえですね、回線占有されると困るよという話もあると思うので、スロットリング機能で待機をです、ね、制限できるようにも作ってあります。こちらの AWS データシンクもですね、東京を含むさまざまなリージョンで使っていただけるようになっています。 で次がですね、またストレージなんですけれども、Amazon S3 バッチオペレーションズという機能のプレビューを発表させていただいております。で今までですね、Amazon S3 に一度入れたファイルであるとか、まあ、オブジェクトをです、ね、管理するのはなかなか大変だよという声がお客様からは結構ありました。でどういうことかというと、一つ一つのですねオブジェクトに対する操作をたくさん繰り返さなければいけないというのが大変だというご意見だったんですけれども、 この S3 バッチオペレーションというのは、えー、複数のオブジェクトに対してまとめてですね、まあ、こういう操作をしろというオペレーションを行うジョブを作れるようになったというのがポイントです。で現時点ではですね、バケットの間のオブジェクトコピーとか、まあ、タグをつけましょうとか、 アクセスコントロールリストの変更、まあ、グレーシアから書き戻す、まあ、こういった操作が対象なんですけれども、この操作のです、ね、結果っていうのは、CSV の形式で S3 のバケットに入りますので、どのファイルが成功して、どれが失敗したかということはきちんとトラックできるようになってます。またですね、クラウドトレールにログも出るようになっているので、後で追跡ができますよというところもポイントなのかなというふうに思います。 で次が AmazonS3 インテリジェントティアリングという機能ですで。これはストレージコストを最適化するための機能で、あの入っているファイルのです、ね、使われ方であるとか、まあ、アクセスの頻度みたいなものを自動解析して、あまり使われていないものはです、ね、低頻度のストレージティアに移していくと、でそれによってです、ね、コストを圧縮していきましょうというからくりです。 でポイントはです、ね、特にどういうルールで移行するということを考えなくても、単にオンにしていただければ、よしなにやっておきますというところがポイントで、あのオンにするだけで,です、ね、コストを削減できる可能性があるというのが面白いポイントなのかなというふうに思います。でまたしてもストレージなんですけれども、EFS、NFS のサービスですね。 こちらのです、ね、新しいストレージクラスということでインフリークエントアクセスというストレージクラスをプレアナウンスさせていただきました。で、あまりです、ね、アクセスしないファイルを安価に保管しましょうというのが基本的な考え方なんですけれども、まあ、さっきのです、ね S、3の話に似ていてアクセス頻度が低いファイルをです、ね、自動的にこのインフリークエントアクセスに移行することでコストを下げてくれますという代物です。 で標準のストレージとインフリークエントアクセスのファイルはですね同じファイルシステムの中にあるように見えるのでアプリ側はですね特に意識しなくてもいいよというのが使いやすいポイントかなというふうに思います。でこちらの機能なんですけれども EFS が使えるリージョンで来年提供する予定という,ふうになっておりますので楽しみにですね待っていただければというふうに思います。 で次がですね、スノーボールエッジコンピュートオプティマイズドというです、ねえー、新しい機器のご紹介ですで。このスノーボールエッジなんですけれども、えー、例えばですね、オフィスであるとか工場であるとか、 まあ、そういったところに配置をしていただいて、で一定の処理能力を持っているので、そこで処理をしてデータを集めて、送り返すと、えー、AWS にデータが入るというものなんですけれども、まあ、新しいバリエーションということで、えー、CPU とメモリが増えてです、ね、さまざまな処理がもっとできますというタイプを、えー、発表をさせていただきました。で物理的にはです、ね、従来のスノーボールエッジよりも、一回りだけ大きい格好になります。右の写真の右側ですね。 でまたしてもストレージなんですけれども、アマゾン EBS のです、ね、プロビジョンド IOPS ボリュームの性能上限が倍増ということで、1ボリュームあたりのです、ね、性能を今までの2倍まで設定することができるようになりましたというのがこちらのアップデートです。はい、25日の最後ですね、ちょっと経路が違うサービスなんですけれども、アマゾン政治メーカー NEO というサービスを発表させていただきました。 でこれは何をやるかというと、さまざまなです、ねえー、フレームワークの推論モデルを、えー、最適化してくれるというのがこのサービスのポイントです。で、この政治メーカーネオなんですけれども、えー、オープンソースソフトウェアとして開発を進めていくということになってますので、例えばですね、ハードウェアベンダーさんごとにです、ね、カスタマイズをしていくということもできるようになってます。 で、現在ですね、対応している環境、まあ、フレームワークとかですね、ハードウェアアーキテクチャっていうのは、えー、資料に書いてある通りですので、えー、こちらをご覧いただければなというふうに思っております。はい、えー、ここまでがですね、25日だったんですけれども、えー、26日月曜日の方に進んでいきます。あ、ちなみにこの日付はですね、ラスベガス時間となっておりますので、日本時間とは1日ずれております。はい。 で26日分なんですけれども、26日はです、ね、非常にたくさんのアップデートが出ておりまして、全部で,です、ね、18個のアップデートというのが出ておりますので、どんどんご説明していきたいなというふうに思います。で1つ目がです、ね、AWS グローバルアクセラレーターというサービスです。 でこのグローバルアクセラレーターはです、ね、AWS のバックボーン回線を使って、まあ、普通にインターネット越しでアクセスをした際にです、ねまあ、遅延とか混雑の影響を受けて、えー、アクセスが遅くなってしまうと、まあ、そういったものをです、ね、回避できるようにする仕組みをご用意しましたというサービスです。でちょっと深掘りすると、えー、固定のですね n i e c a s t の IP ア,ドレスを、えー、IP アドレスを確保しまして、でそこに来たリクエストをです、ねえー、いろんなリージョンのアプリケーションロードバランサーとか、 ネットワークロードバランサーエラスティック IP に振り分けていきますというのが基本的な動き方ですでこのグローバルアクセラレーターはです、ね、東京リージョンを含む8つのリージョンで使えるようになっておりますのでぜひご検討いただければなというふうに思っております はい、次がです、ね、これ非常に重要な機能かなと思うんですけれども、AWS トランジットゲートウェイという機能を発表させていただきました。で何をするかをです、ねまあ、文章に一生懸命書いたんですけれども、右の絵を見ていただいたほうが分かりやすいかなと思うんですね。さまざまなです、ね、あのアカウントとか VPC がある環境だと、まあ、VPC 同士の通信をさせるためにです、ね、ピアリングでつないであげて、またオンプレミスとかさまざまな環境と VPN でつないで。 えーまあ、ネットワーク構成がです、ね、非常にややこしくなるケースというのが今まではあったんですけれども、このトランジットゲートウェイを使っていただくと、下の絵のようにです、ね、このトランジットゲートウェイを中央として、で通信するべき VPC であるとか、オンプレミスの環境を、えー、分かりやすくつな、ね、ぐことができますというのがポイントです。まあ、今までも似たようなことはできたんですけれども、自前で,です、ね、ソフトウェアルーターを管理しなくていいというのは非常に大きなポイントかなというふうに思います。 でこのトランジットゲートウェイなんですけれども、当然、上長化されていて、最大で,で、ね、50Gbps のバーストトラフィックまで処理できるというところもポイントかなと思います。一、えー、点です、ね、ちょっとご注意いただきたいのが、えー、現時点ではです、ね、ダイレクトコネクト、えー、専,用せ専用線ですね、えー、こちらをつな、ねえー、ぐことができないので、今、われわれ、鋭意開発を進めておりますので、えー、遠からずです、ね、対応という発表をさせていただくと思うんですけれども、現時点ではまだちょっと難しいということをご承知おきください。 はい次にご紹介をしたいのが、えー、新しいインスタンスタイプのご紹介ということで、えー、今までとスペックが違いますっていう話かと思いきや、ですね、えー、かなり経路が違うものです。で ARM ベースのですね AWS グラビトンというプロセッサーを搭載したインスタンスということで、えー、Intel 系のですね命令セットではなくて、ARM の命令セットで動きますというのがこちらのインスタンスタイプです。 で使いどころなんですけれども、マイクロサービスをホストするとかです、ね、ウェブフロントサーバーで使えますとか、キャッシュサーバーとかですね、インスタンスたくさん並べたいよというような用途に最適ということになってまして、他のファミリーと比較してです、ね、最大45%コストを削減できる場合があるというところがポイントかなというふうに思ってます。OS なんですけれども、Amazon Linux2 と RedHat と Ubuntu がすでに使えるようになっていて、ほかもです、ね、近日サポートする予定というふうになってます。 はいえー、次にご紹介をするのが、えー、EC2 の、ね、C5N インスタンスタイプです。で、この C5N はですね、えー、今までの C5 とかなり近しいんですけれども、えー、ネットワーク帯域が広くなりましたというのがポイントです。で右側の表を見ていただくと分かるんですけれども、まあのー、サイズによってです、ね、上限待機は違うんですけど、まあ、小さなものでもですね、最大で 25Gbps と。 一番大きな C5N18X ラージというところになると、100Gbps の待機が使えますというところがポイントです。もちろんです、ね、待機を活用するためには、制約といいますか、前提条件がありまして、一つのセッションだとです、ね、10Gbps とか 5Gbps が上限になるので、通信をです、ね、多重化することも考えていただきたいなというところは注意事項になるのかなというふうに思います。 はい、次がですね、ハイパフォーマンスコンピューティング向けの機能なんですけれども、エラスティックファブリックアダプターという機能のプレビューを発表させていただきました。でこれはですねあの、ハイパフォーマンスコンピューティングの分野でよく使われる MPI というです、ね、技術を使っているアプリケーションに対して、高速にです、ね、分散処理ができるようにするかラクりです。 でこちらの EFA なんですけれども、高速なネットワークを備えたですね、先ほどの C5N18X Large のようなインスタンスで使っていただけるというサービスになっております。でこちらはですね、リミテッドプレビューという扱いになるので、もしですね、試したいという方がいらっしゃいましたら、ウェブでご相談、ウェブベースでお申し込みいただければなというふうに思っております。 はい次が、ですねこれかなりご注目をいただいている発表かなというふうに思うんですけれども、マイクロ仮想マシンテクノロジーを実現する、まあ、ファイアクラッカーというものを発表させていただきました。で何を実現するかという話なんですけれども、コンテナーのですねリソースの利用効率と、仮想サーバーのセキュリティとか、相互の独立性というのを兼ね備える、ですねマイクロ VM テクノロジーということで発表させていただいてます。 で直接ですねあの密な関係があるってわけでもないんですけれども、まあ、ラムダとかですねファーゲートの、まあ、基盤技術の一部として使われているので、えー、初物ではなくて、ですね、えー、AWS が実は内部でがっつり使ってますというところは、まあ、実績があるポイントなのかなというふうに思ってます。 で起動速度が非常に速くて、ですね、メモリのオーバーヘッドも非常に少ないというところがポイントでして、オープンソースのプロジェクトとしてですね、開発を進めていくことになってますので、ぜひです、ね、GitHub の方をご覧いただければなというふうに思います、はい。次にご紹介をするのが機械学習周りの話ですね。ダイナミックトレーニングフォーディープラーニングモデルという機能を発表させていただきました。でこれ何をするかというとあの、ディープラーニングとかのですね、機械学習で、 常時です、ね、同じ台数のサーバーがいるかというと、必ずしもそうじゃないんですよね。で、必要なときはサーバーを使って、いらないときはまあ減らすということをやることによって、コストをです、ね、最適化することができるんじゃないかと、かつです、ね、サーバーを減らして計算をしてもです、ね、精度には特に問題がないということが分かってますので、コスト効率を高めるためのツールとして、こういったものを出させていただいたというところでございます。次は IoT 周辺のお話ですね。 AWS IoT イベントというものを発表させていただきました。まあ、名前からも分かりやすいかもしれないんですけれども、センサーから上がってきたデータをモニタリングしてです、ね、まあ、異常であるとか不具合が起きたら、いち早くそれをチェックしてです、ね、あのサービスマンを手配するとか、そのデバイスをシャットダウンするとか、まあ、そういったアクションが行えるようにするためのサービスです。で、i f h e n e l s e の形式で、何が起きたらどうするっていうことを決めておいて、イベントが起きたらですね、こういう操作をしますということを 選択していただければ使い始めることができます。でそれだけじゃなくてですね、IoT コアとか IoT アナリティクスとも連携することができるので、分析の方に回していくなんていうこともできるようになってますで。こちらはですね、バージニア、オレゴン、アイルランドでプレビューをしているというステータスになっております。はい、次もですね、IoT なんですけれども、AWSIoT サイトワイズという機能を発表させていただきました。 でこれはですねどちらかというと工場向けなのかなというふうに私は理解してるんですけれども、まあ、産業機器ですね、まあ、生産ラインの機械であるとかさまざ、あ、まな機械からのデータを簡単に集めてきてですね整理することを目的にするサービスですでどういう話かというとこのサイトワイズっていう機能はですねあの産業機器の一般的な連携仕様と連携しやすいような作りになっていて、まあ、スノーボールエッジとかですねゲートウェイサーバーに導入をして でデータを集めて、えー、故障予知なんかに使えるようにしましょうというのが、えー、コンセプトです。でこちらも先ほどと同様にですねリミテッドプレビューという扱いになっております。はい、また IoT です。AWS IoT シングスグラフという機能を発表させていただきました。で IoT のアプリケーションってソフトウェアだけで完結することはなくて、いろんなデバイスとかですね、えー、クラウド側といいますかまあウェブサービスと連携させるような形で、えー、全体として意味をなすものだと思うんですけれども。 この IoT シングスグラフっていうのはデバイスとかですね、ウェブサービスをモデルとして定義して GUI でですね、ポチポチすると、えー、概ね出来上がるということでアプリケーション、まあ、システム全体をですね、作るのが早くなるんじゃないかというコンセプトの考え方です。で、これはですね、構築されたアプリケーションっていうのは、 グリーングラスが導入されたデバイスで動かすことができるので、例えば工場とかですね、現場にグリーングラスの機器を置いて、シングスグラフで作ったアプリケーションを配置するという使い方をするようなイメージになります。 はいえー、次がです、ね、グリーングラスの、えー、細かなアップデートが3つあるんですけれども、1つ目がグリーングラスコネクターという機能を発表させていただきました。まあ、よく使われるです、ね、AWS のサービスとか、サードパーティーの製品と接続するためのです、ねえー、シナリオが用意されているので、簡単に作れますよという話と、あとはハ、ね、ードウェアのセキュアエレメント上に証明書を入れることができるので、えー、単にです、ね、ファイルシステム上に置くよりも、えー、セキュアになりますというところ。 あとはですね、グリーングラス上のラムダをコンテナの上ではなくて、ホストで動かすことができるようになるので、デバイスをですね直接操作することもできるようになりましたというお知らせが3つ目のポイントです。まあ、IoT が続きますね。AWS IoT デバイステスターということで、えーまあ、テスターなのでテストをしますっていうのはそのままなんですけれども、えー、Amazon FreeRTOS とか、グリーングラスを入れたですねデバイスで使えるテストツールです。 でこちらのデバイステスターはですね、あのーまあ、フリーアルトス向けとグリーングラス向けでちょっと違う部分もあるんですけれども、えー、基本的にはその機器がきちんと動いているかどうか、えー、あるいはです、ねえー、その AWS のサービスときちんとです、ねえー、お話ができるかどうかということを確認します。でこのツールをです、ね、パスしていることが次のページで紹介するです、ねえー、ごめんなさい、ページが違いました。 AWS パートナーデバイスカタログというのにです、ね、乗るための条件はこのツールにパスしていることというふうになります。はい、で、えー、Amazon フリアルトスで、えー、BLE のサポート、えー、Bluetooth LowEnergy のサポートというのを、えー、ベータで開始しましたというお知らせもしております。 はい、次がです、ね、パートナー様周りなんですけれども、IoT に関するです、ね、サービスデリバリー認定ということで、AWS IoT Core、AWS i o t g r e e n g r a s s AWS IoTAnalytics、それぞれについてです、ね、スキルを持ったパートナー様を認定するというプログラムを発表させていただきました。次はちょっとセキュリティ周りに変わってくるんですけれども、AWSKMS がです、ね、クラウド HSM と連携をできるようになりまして、 専用キーストアをサポートしましたという発表をしております。これはですね、専用キーストアを使うことによって、コンプライアンスに適合できますとか、まあ、管理統制がよりクリアにできますというメリットがあるというのが重要なポイントかなというふうに思います。で、次がですね、またストレージなんですけれども、S3 でですね、ライトワンスリードメイ a まあ一1回だけかけて、その後変更も削除もできなくなるというですね、えーまあ、ほとんどコンプライアンスで使う機能かなと思うんですけれども、 これを実現する S3 オブジェクトロックという機能を発表させていただきましたで。2つのモードがあって、コンプライアンスモード、がバランスモードというのがあるんですけれども、より厳しいのはコンプライアンスモードです。で一度ですね、コンプライアンスモードにすると、もう何があっても取り消しはできない、まあ、削除もできなくなってしまうので、コンプライアンスモードを指定する際はですね、えー、最新の注意を払って、えー、オペレーションしていただければというふうに思います。次はグレーシアの小さなアップデートが3つです。 S3 にですねプットする際にストレージクラスとして直接グレーシアを指定できるのでいきなりアーカイブするということができるようになってます。あとはですね大事なポイントとしてグレーシアのオブジェクトをですね復元した際に SNS、SQS を使って通知を受け取ることができますポーリングがいらなくなりますというアップデートです。であとはですねグレーシアの復元リクエストをより高速な取り出し方でですね上書きすることができるようになりましたというのがこちらのアップデートです。 はい、えー。次がですね、Kinesis Data Analytics です。Kinesis Data Analytics でですね、Java アプリケーションがサポートされましたので、今までの SQL だけではなくてですね、カスタムのアプリケーションで分析処理を行うことができるようになりましたというのがこちらのアップデートでございます。ちょっとですね、ペースが遅めなので、巻きながら行きたいと思います。次は27日ですね。27日がですね、えー、数全部で14個発表させていただいていて、 で、これもですね、パートナー様周りなんですけれども、コンテナー周りにですね、ナレッジを持ったパートナー様を認定させていただく、コンテナーコンピテンシーというのを発表させていただきました。で、あとはですね、はい、先ほどちょっと触れたですね、AWS パートナーデバイスカタログということで、認定したですね、デバイス、動作確認が取れたデバイスをカタログ化しますというプログラムを発表させていただいております。で次はですね、マーケットプレイスなんですけれども、 マーケットプレイスを使ってですね、コンテナを調達することができるようになったというアップデートをしております。まあ、HPC とかセキュリティ開発ツール、さまざまなです、ね、ジャンルについてコンテナが用意されてますので、必要な機能を備えたものがあれば、それを調達していただければすぐに使えますというところがメリットかなというふうに思います。あとはですね、マーケットプレイスつながりなんですけれども、プライベートマーケットプレイスというのをローンチさせていただきました。で今までマーケットプレイスってあのどんどん えー、AMI、どのソフトウェアでも選べるようになってたんですけれども、まあ、管理の、えー、考え方からするとあの、これは使っていいけど、これはダメっていうのはやりたいんですよね。でそれを実現するのがプライベートマーケットプレイスで、えー、管理者側で,です、ね、使っていいイメージというのをリストしておくと、えー、ユーザーはです、ね、そのリストされたものしか使えませんということができるようになるのがこちらの機能です。で次にご紹介をするのが、AWS グラウンドステーションです。で こちらはでででですすすすね周回衛星とと通信ををる地上局をクラウドで実現できますというサービスですでご注意いただきたいのは衛星を貸してくれるサービスではなくて受け取る側だけなので衛星はですね自分で持ち込んでいただく必要がありますのでそこだけはご注意ください。でこちらはですね実際の通信利用時間に対して分単位で使えますというところがポイントかなという,ふうに思います。 はい。次がですね、Amazon Comprehend Medical ということで、えー、テキスト内のキーワード抽出とか、まあ、どういう文章かということを分析する Comprehend っていうサービスを医療分野向けにチューニングしたのがこちらです。まあ、医療に関係する文脈とかですね、えー、単語、まあ、そういったものを検知してですね、えー、これはこういうキーワードだよということをリストしてくれるというところがポイントです。まあ、あの診察とかですね、診断の代わりになるものではないので、そこだけはちょっとご承知おきをいただきたいなというふうに思っております。 はい、えー。次がですね、えー、もしかしたらこれ、待ってたお客様も多いんじゃないかなと思うんですけれども、えー、Amazon Translate を使って、えー、カスタム辞書を使うことができるようになりました。で、まあ、専門用語で多いと思うんですけれども、原文に対してですね、公約しなさいというのが決まっている場合なんかには、カスタム辞書を使っていただくとですね、精度が向上するので、えー、ぜひご利用いただけるといいのかなというふうに思っております。はい。次が Amazon Quick Site です。 クイックサイトでですね、ダッシュボードの埋め込み機能というのと、機械学習を利用したインサイト機能というのが提供されるようになりました。でダッシュボードの埋め込みはまあそのまんまなんですけれども、えー、機械学習ベースのインサイトというのは、こちらプレビューでして、なんか異常が起きてますとか、こういう予測ができますとか。 あとは、えー、売り上げはいくらいくらでという一通りの文章をです、ね、データから自動生成してくれる、まあ、こんな機能をです、ね、機械学習ベースでご提供しようという計画がありまして、これをですねプレビューということで、現在受付中というふうになっております。はい次がですねこれ非常に重要なアップデートかなと思うんですけれども、DynamoDB Transactions という機能を発表しました。 で今までですね、DynamoDB はトランザクション処理というのは提供してなかったんですけれども、それを可能にしますという機能です。ただちょっとご注意いただきたいのは、リレーショナルデータベースの代わりにすぐなるというものでもなくて、この DynamoDB トランザクションズは10個のアイテムですと、もしくは4メガバイトのデータですと、まあ、こういった制約があるので、そこはちょっとですね、ご注意いただきたいなと思いますで。こちらはですね、東京リージョンでももう使えるようになってまして、追加料金は不要ですので、ぜひですね、ご検討いただければと思います。 はい、次がです、ね、AWS エレメンタルメディアコネクトというサービスを発表させていただきましたでコストが高くなりがちなビデオ転送あの映像をです、ね、いろんなところに、えー、ばらまきましょうというです、ね、転送ワークロードというのを安価かつセキュアに実現するサービスですと、まあ、カメラからです、ね、クラウドに転送するのとともにその映像をです、ね、例えば、えー、編集されるです、ね、企業様だとか あとはアーカイブをする企業様だとか、まあ、そういったところに転送する際にですね、放送クオリティのまま維持して、高い信頼性で配信ができますというのがこちらのポイントです。はい、こちらがですね、Amazon CloudWatch Logs Insights という機能です。 でこれ何をするかというと、AWS がです、ね、作るログとか、まあ、サーバーアプリケーションのログをです、ね、分析とか可視化できるようにするフルマネージドサービスで、クラウドウォッチログスで集めたログに対してです、ね、クエリ言語を用意しているので、それを使っていただいてです、ね、時間でフィルタリングしたり、こういう値をグラフにしなさいということを命じていただければ、グラフが見えますというサービスです。 このクエリの結果はですね、ダッシュボードに追加することもできるので、一回作ったものをですね、何度も見ていただくということも簡単にできるような作りになっています。で次が Amazon、Athena ですね。アカウント内でですね、グループを定義しまして、グループごとにですね、結果はこの S3 に入れるんだよとか、あとはですね、暗号化のキーはこれを使いなさいとか。 そういったものをですね、グループということで定義をして、利用者の役割とかですね、組織に応じて、グループを変えることでですね、一括して制御ができるようになりますよという機能が、このワークグループ機能です。こちらはベータ版という形になってるんですけれども、使っていただくことができるようになっていますで。次はですね、コードパイプラインが ECR に対応しましたというお話と、コードデプロイがですね、ブルーグリーンデプロイに対応しましたというアップデートでございます。 でこれによってですね、えー、例えば ECR にイメージをプッシュすると、コードパイプラインが動いて、コードデプロイで,です、ね、本番環境にブルーグリーンデプロイをしますという一連の流れを作ることができるようになりましたというのがポイントなのかなと思います。でこのアップデートはです、ね、東京を含む各リージョンで使えるようになってますので、えー、ぜひご利用いただければなというふうに思っております。 で次がです、ね、シェアード VPC という機能を発表させていただきました。で今まで,で、ね、VPC というのはアカウントの下にありましたので、アカウントが違う場合はです、ね、おのずと VPC が分かれてしまうという形だったんですけれども、ある程度の制約はあるもののです、ね、このシェアード VPC を使うと、一つの VPC を複数のアカウントから操作するということができるようになっています。 もちろんですね、好き放題変えられては困ると思うので、管理者とですね、利用者という概念があって、利用者はですね、セキュリティグループ作りますとか、EC2 立てますとか、そういったですね、中でやることに対して責任を持つ、管理者はルートテーブルとかサブネットの作り方とか、そういったところに責任を持つという役割分担になってます。で細かなところはですね、ドキュメントにまとまってますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。リンクも資料に貼っておきました。 はい、えー、次がですね、28日分です。で、これがですね、一番盛りだくさんなんですけれども、えー、全部で28個ですね。はい、えー、Twitter の方でですね、このペースでもおそ、えー、めなのかというコメントをいただいたんですけれども、今だいたい1分ぐらいになりましたので、えー、このペースを維持してやっていきたいなと思っております。はい、早速いきましょう。えー、Amazon S3 Glacier Deep Archive と。 いう機能を発表させてたただきましたこれ、プレアナウンスメントなんですけれども、えー、グレーシアよりもですね、えー、極めてコストが安い、えー、アーカイブ用のストレージというのを発表させていただいたというのがポイントです。で例えば、ですね、えー、もう使わない、まあ、当面使うことはなさそうなメディアコンテンツとか、あとは監査目的でですね生ログを保管しなければいけない、まあ、そういったケースにですねこのディープアーカイブを使っていただくと、非常に安価に、かつ安全にですねデータを保持できるというところがメリットかなと。 いいうふうふに思いますで次がです、ねえー、これ待望の、待望していたお客様も多いんじゃないかなと思うんですけれども、a m a z o n f s x for w i n d o w s ファイルサーバーということで、えー、Windows 向けのです、ね、共有ファイルシステムのフルマネージドサービスというのを、えー、発表させていただきました。Windows ベースで実装されていて DFS レプリケーションとかです、ね、アクティブディレクトリに対応しています。ただあの このウェビナーの中ではです、ね、細かく深掘りできないので、えー、すぐに知りたい方はぜひドキュメントを見てみてください。で最大スループットは毎秒 10GB で、えー、ミリ秒オーダーの0.4で使えますで。スループットはです、ね、用途に合わせて自分で指定することができますので、えー、こちらはです、ねえー、使い方に合わせて設定していただければなというふうに思っております。でこちらはです、ね、Windows 向けだったんですけれども、えー、Amazon FSX4 ラスターという、えー、ハイパフォーマンスコンピューティング向けのサービスも、えー、ご用意をさせていただいております。でこちらはです、ねえー、最大で数百 GB 毎秒、かつです、ね、数百万 IoPS という性能を期待できるようなカラクリになってますので、えー、高性能計算を行うような場合だとか、あとはメディアコンテンツのワークフローなんていうときにはです、ね、こちらをご検討いただくと、ストレージのパフォーマンスを改善できると,ところがあるんじゃないかなというふうに思っています。 はい、次がですね、AWS レイクフォーメーションというサービスです。S3 を軸としたデータレイクってかなり使われるようになってきてるんですけれども、まあ、一方で,です、ね、いろんなコンポーネントを作らないといけなくて、まあ、どうしたらいいかわからないというお客様も結構多かったですで。それを解決するためのサービスとして出てきたのが、このレイクフォーメーションなんですけれども、データレイクに必要なコンポーネントをです、ね、一気に構築して、まあ、すぐにデータ蓄積を開始できるような仕組みをご用意しています。 AWS とかです、ね、外部のデータソースからのインポートという機能もご用意していますので、これをです、ね、使っていただくと、すぐにデータレイクを作って、データ分析ということができるようになるところがポイントなのかなというふうに思います。はい、次が AWS コントロールタワーですね。複数のアカウントを使うケースってかなり増えてきてると思うんですけれども、アカウントがです、ね、たくさんあると、管理をしていく、まあ、統制をしていく、非常に難しくなってきます。 でこのコントロールタワーというのは、ですねシステムがルールに沿った、まあ、自社としてのルールに沿っている,るかどうかをですねチェックしてまして、通知をしてくれますというところがポイントです。で、準拠してないときにダメだよというのか、単に教えるだけなのかは設定ができるんですけれども、たくさんあるアカウントがですね準拠しているかどうかっていうのをダッシュボードで見れるようになってますというところが、大まかなところなのかなというふうに思います。 はい、次がです、ねえー、セキュリティハブですね。こちらも先ほどと似たような話なんですけれども、アカウントの数が増えてくると、えー、それぞれのアカウントで何が起きてるかっていうことをしっかり理解するのってなかなか難しくなってくるんですよね。で、それを解決したくて作ったのがこのサービスなんですけれども、このセキュリティハブというのはです、ね、それぞれのアカウントの中で、セキュリティに関する情報というのを集めてあげて、中央で,です、ね、一括表示、もしくは対応を取るということができるようにするためのサービスです。 でアカウントごとにです、ね、行うコンプラチェックみたいなものも、えー、同様に対応することができるというところがポイントです。次が、ね、Amazon Aurora Global Database という機能です。で Aurora の MySQL 互換で使えるものなんですけれども、足、え、り、ー、以上に対するリードレプリカ作成機能というのが、まあ、強化されましたというところなのかなというふうに思っていますで。ログ転送によるレプリケーションじゃなくて、えー、ストレージの機能を使って、えー 転送するという格好になりますので、一般的な状況ではです、ね、1秒ぐらいの0点子で反映できるというところがポイントでございます。次が、ね、AmazonDynamoDB、リード・ライト・キャパシティ・オン・デマンドと、まあ、ちょっと長いんですけれども、今まで,で、ね、DynamoDB ってリードとライト、どれぐらいのキャパシティをプロビジョンするかということを指定しなければいけなかったんですけれども、このオン・デマンドを使っていただくと自動的にスケーリングします。 でこれまでにないようなピークがです、ね、観測されると、まあ、新たなリソース割り当てを行いますというところです。で、プロビジョンのキャパシティモードに変えることはいくらでもできるんですけれども、ね、オンデマンドに変えるのはですね1日に1回のみというふうになりますので、ご注意ください。こちらはですね東京リージョンでも使っていただくことができるようになっています。 はい、次がです、ね、Amazon TimeStream というサービスをプレビューということで発表させていただきました。これは何をやるかというと時系列データを安価に保管してです、ね、分析しましょうというサービスです。で例えば IoT デバイスとかです、ねまあ、いろんなところから上がってくるデータ、まあ、それに限らず時系列のデータって非常に重要なものが多いです。でこの TimeStream というのは時系列データをです、ね、安価に蓄積、分析するために作られたサービスで われ、えーまあ、我々の試算なんですけれども、ね、数兆件のデータが来るような環境だと、リレーショナルデータベースよりもです、ね、10分の1の費用で作れるんじゃないかというふうに我々は試算をしております。で時系列に沿ってです、ね、何時から何時までと、その間のデータを取り出しなさいというようなです、ね、ワークロードに最適化するという作りになってますので、時系列データを扱う際はです、ね、思い出していただけるといいのかなというふうに思います。 で次が Amazon a、ね、マゾン・クワンタム、えー・レジャー・データベース、QLDB と言ってるんですけれども、こちらを発表させていただきました。でこちらはです、ね、いわゆる大腸のサービスなんですけれども、アプリケーションデータのです、ね、変更履歴をまあ記録していくことで、トラッキングとかです、ね、あとで検査とか、まあ、そういったことを可能にするためのデータベースです。 SQL ライクなクエリをサポートしてまして、一般的なです、ね、ブロックチェーンのフレームワークと比較して、まあ、高速に動作しますというところがポイントなのかなと思います。でこのサービスはです、ね、大帳データベースを、えー、提供しますというサービスなんですけれども、えー、ブロックチェーン作りたいよと、使いたいよというお客様もいらっしゃると思うので、えー、Amazon マネージドブロックチェーンというサービスを発表させていただきました。でこれはです、ね、スケーラブルなブロックチェーンネットワークを構築する まあそれってすごく濃度の数も多くて大変なので、それをマネージドでご提供しましょうというのが、このサービスのポイントです。で裏側ではですね、先ほどの QLDB を使っているんですけれども、実際にですね、どういう状況になっているか、まあ、分析したりですね、トレンドの把握というのができるようなからくりになっております。で次にご紹介をしたいのが、Amazon Elastic Inference と。 いうサービスなんですけれども、えー、必要なですね CPU とかメモリを備えたインスタンスに対して後付けでアタッチすることで、えー、機械学習でいうところの推論ですね、えー、予測というところを高速化するためのサービスです。で、Apache MXNet とその他のフレームワークをサポートするということになってまして、すでにですね、製品メーカーで使えるようになってます。 でこちらはですね、東京リージョンでもすでに使えるようになってますので、えー、推論のですね、パフォーマンスを上げたいという方は、ぜひトライしていただけるといいのかなというふうに思います。はい、次にですね、えー、ご紹介をさせていただくのが、えー、カスタムデザインのですね、アクセラレーションチップということで、AWS インファレンシアというものを発表させていただきました。まあ、これをですね、お客様が直接使ってどうこうということはないんですけれども、こんなのやってますということでご紹介です。 推論をです、ね、高速化するためのチップということで、さまざまなです、ね、フレームワークをサポートしまして、で政治メーカーとか、ね、EC2、先ほどのエラスティックインファレンスというものからです、ね、使えるようにしていきましょうという計画があります。今まだです、ね、現在は投入されてなくて、2019年にです、ね、使われるというふうになりますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。ただまあお客様から見るとです、ね 裏でこれが動いてるのかどうかっていうのは、まあ、直接は分かんないんですけれども、えー、こういったものが出ることによって、えー、安価にですね、えー、アクセラレーションが使えるかもしれないという期待を持っていただけるといいのかなというふうに思っております。はい、次がですね、政治メーカーグラウンドトゥルースというサービスを発表させていただきました。で、機械学習をですね、実践投入しようという際に課題になるのが教師データをどう作るかということなんですね。で、教師データってたくさん必要ですし、えー、ま教師なので正しい ラベルがついてないといけませんと。ただ、ラベルをです、ね、機械的につけるのって非常に難しくて、えー、人力でやりますとか、えー、なかなかです、ね、どうやるかっていうのはせい、えー、鉄板のやり方がないんですけれども、このグラウンドトゥルースというのはです、ねえー、このアノテーション、えー正解の、正解をつける作業ですね、これを効率的に進めるためのツールの、えー、提供と。 それとともにですね、例えば Amazon、メカニカルタークとですね、連携することによって、例えば様々なですね、いろんな人にですね、これは犬なのかどうかということを判断してもらって、その結果を集約するということができるような機能をご提供しております。でこのグランドトゥルースはですね、東京を含む5つのリージョンで使えるようになっております。 はい、次が AWS マーケットプレイス・フ、え、ォー・マシン・ラーニングということで、えー、自分で,です、ね、学習とか開発とかデータの準備とかをしなくても、えー、販売されているです、ね、成果物を即座に使えますよというのがポイントです。でえー、パターン2つあって、えー、学習アルゴリズムを販売してますというパターンと もう学習終わってる推論モデルを、えー、販売してますというパターンがあるんですけれども、もしですね、今やろうとしていることに、えー、適したものが用意されていれば、一から作らなくていいので、まあ、すぐに学習を始めたりですね、すぐに、えー、推論を始めたりということができるようになりますので、えー、これは非常に便利な、えー、ツールなのかなというふうに思っております。で次はですね、えー、政治メーカーを使って強化学習を可能にする、えー、Amazon 政治メーカー RL という機能を発表させていただきました。 で強化学習についてちょっとだけ補足をしておきたいんですけど、強化学習っていうのは、機械学習分野におけるです、ね、メジャーな手法の一つですで。入力に対してです、ね、より成果を上げる、まあ、価値の高いです、ね、アウトプットを出すということが最終的なゴールです。でこの政治メーカー RL というのはです、ね、強化学習向けのパッケージを提供するというところでして、まあ、いろんなシミュレーション環境とです、ね、連携できるような作りになってます。 すでにいろいろなコンテナもご用意しているので、えー、すぐに使い始められるんですけれども、カスタムコンテナももちろん使っていただけます。でこの政治メーカー RL はです、ね、政治メーカーが使えるすべてのリージョンで使えますので、東京リージョンでもすで、えー、にご利用いただくことができます。あとは政治メーカーのです、ね、細かなアップデートで、えー、Git のリポジトリと連携することができるようになりましたというお知らせと、あとはです、ねえー、学習のジョブをタグをつけてです、ね、検索できるようになりましたというお知らせ。 あとはいくつかご用意しているですね、えー、組み込みのアルゴリズムとして、えー、セマンティックセグメンテーションというのを追加しまして、物体認識にですね、使えるアルゴリズムが増えましたというのも、えー、アップデートさせていただいています。 で次にお話をするのがです、ね、AWS ディープレーサーというです、ねまあ、サービスというかキットのようなものなんですけれども、えー、強化学習の話を先ほどしました。でこの強化学習をです、ねえー、学びましょうというときに、ロボットかー、まあ、自動運転ラジコンカーみたいなものを作っていくというのは、非常にいいテーマなんですよね。で実地にテストをやることで、えー、ゴールを達成する、まあ、例えば脱輪しないとか、まあ、そういったです、ね、ゴールを達成できるようにするための学習過程というのを繰り返すことができます。 でこのディープレーサーというのは、ですね、右側に写真を貼っつけてあるんですけれども、えー、カメラとですね、チップと、えー、モーターとタイヤ、まあ、これがついたですね、えー、カーデバイスを、えー、ご用意しているのと、開発用の SDK とかシミュレーターを一通りご用意したパッケージです。で、強化学習なので、まあ、先ほど出てきた政治メーカー RL を使っていただいて、で、えー、開発をすると。で、それをですね、このロボ目。えー うん、テキストが間違ってますね。AWS ディープレーサーにですね、あ失礼しました。いいんだ。AWS ロボメーカーを使ってシミュレーションしたりしながらですね、このディープレーサーの中にモデルを入れてあげて、実際にどう動くかということを観測していただくことができます。で、えー、ディープレーサーリーグというものをです、ね、計画してまして、えー、どれだけ効率的に走れるかという大会をやろうと考えてますので、えー、こちらは後日ですね、詳細を発表させていただくので、えー、楽しみにしていただければなというふうに思います。 で次がですね、アマゾンテキストラクトというサービスですね。えー、これは何をするかというと、えーまあ、いわゆる OCR のようなサービスなんですけれども、それだけではなくてです、ねまあ、画像内から文字を識別しましょうというところと、見出しとかです、ね、フォーム、テーブル、まあ、そういった文書構造も理解できますよというところがポイントです。 で右側のですねスクリーンショットを見ていただくと分かるんですけれども、えー、真ん中の絵ですね、表みたいになっているところは、えー、どういうもので、値は何でということが、えー、構造を持った形で解析されるというところが、えー、通常の OCR と違うところなのかなというふうに思います。えー、現時点では、ですね英語対応ということになっているので、日本語は残念ながら使えないんですけれども、えー、こちらもですね、えー、非常に面白い機能だと思うので、英文でですね試していただけるといいのかなというふうに思います。 で次がです、ね、専,門知識を専門知識がなくても誰でもパーソナライズをシステムに入れられますというサービス、まあ、その名の通り Amazon パーソナライズなんですけれども Amazon が持っているです、ね、レコメンデーションのナレッジをサービスのコアとして提供しますというサービスです機械学習を知らなくてもです、ね、学習データを投入してあげれば、えー、予測をしなさいとリクエストを投げていただければです、ね、処理の結果を受け取ることができます システムはその結果に応じてですね、どういうコンテンツを出すかという出し分けさえ作ってあげれば動きますというところがポイントなのかなと思っていて、自分でですね、アルゴリズムを書いたりする必要はないです。すぐに使えますというところがメリットなのかなというふうに思います。はい、次がですね、時系列予測のためのサービスです。 Amazon フォーキャスト、これもそのまんまですね。これも先ほどとコンセプトは非常に似ていて、機械学習のですねテクノロジーをあまり知らなくても、データを入れれば、Amazon が培った時系列予測のナレッジを使って予測,をがで予測を実装することができますというところがポイントです。例えば、売上の予測とかトラフィック量の予測、原材料とか消費材の必要量予測、幅広いですね用途に応用することができます。 で次がです、ね、オンプレミスに AWS を持ち込みましょうという AWS アウトポストというサービスを発表、まあ、プレアナウンスです、ね、させていただきましたで。AWS のクラウドとオンプレの連携を強化するために、まあ、AWS を持ち帰りましょうというです、ね、コンセプトなんですけれども、マネジメントコンソールとか API、CLI、AWS の機能をです、ねまあ、そのまま使えますというところがポイントです。 例えばですね、えー、ほとんどのシステム、AWS に移行してしまったんだけど、何らかの事情でオンプレにないといけませんというものがあるような場合なんかは、もしかしたらこれが便利なのかなという気がしていて、えー、複数のですね、環境をオペレーションしていくのはなかなか大変なので、オペレーションは AWS に寄せてしまって、このアウトポストでオンプレに絶対ないといけないものは、これでやりましょうというのは、一つのコンセプトとして面白いのかなというふうに思います。 で次にご紹介をするのが、AWS ライセンスマネージャーですね、えー。商用ソフトウェアのライセンスを AWS に持ち込んで使うケースってあると思うんですけれども、えー、実際どれぐらいですね、えー、ライセンスが使われているかということをトラックするのはなかなか難しいです。Excel 台帳管理とかしてると、えー、破綻してしまうので、えー、なんかいいやり方がないかということで出したのがこのサービスなんですけれども、えー、構築済みの AMI とかですね、ラウンチテ,ーブル、えー、テンプレートと紐付けて、機械的にトラックをしましょうというのがこのサービスです。 で持っているライセンスの量を入力しておいていただくと、超えそうになったらです、ね、起動を止めるとか、まあ、そういう制御もできるようになっているので、商用ソフトウェア、対応されている方はぜひご検討いただけるといいのかなというふうに思います。で次がです、ね、アプリケーションのサービスディスカバリーを実現する AWS ク,クラウドマップというサービスを発表しました。でマイクロサービス化が進んでいくと、まあ、サービスの数も増えてです、ね、依存関係把握するのは難しくなります。 でそれを解決するのがですね、サービスディスカバリーという考え方なんですけれども、これによってですね、いろんなサービスの場所であるとか状態というのを自動的にトラックして、各サービスがですね、必要なものに容易に接続できるようなからくりということになります。SDKCLI を使って問い合わせをすることもできますし、DNS DN ベースで問い合わせをすることもできますというところですね。で次にご紹介をするのが AWS AppMesh と。 いうサービスですこちらはパブリックプレビューということになってるんですけれども AWS 上のです、ね、マイクロサービスを、えーまあ、監視制御を簡単にするサービスですでサービス間のです、ね、通信方式というのを標準化して、まあ、どういう連携状況になってるかということを見えたり可用性を確保するのをやりやすくするためのサービスというふうになります でマイクロサービスアーキテクチャの課題はです、ねまあ、個々のサービスの管理、まあ、数が増えるのでなかなか大変だよねというところなんですけどアップメッシュを上手に使っていただくと個別管理がいらなくなるので、えー、非常に容易になりますというところですね。でこちらのアップメッシュオープンソースのプロダクトをです、ね、利用していてさまざまなツールとかです、ね、パートナーさんの製品と連携できますというところもポイントかなというふうに思います。 はい、でこちらはです、ね、ちょっと地味なんですけれども重要で AmazonEC2 がハイバネーションというのをサポートしました。でこれによってです、ね、メモリの状態をディスクに書き出してインスタンスを止めることができると作業,中の作業中の状態を維持してです、ね、インスタンスを停止してコストを抑えるということができるようになっております。 あとはライトセールなんですけれども、えー、ライトセールのです、ね、リソースに対してタグが付けられるようになりましたというお話と、EC2 インスタンスにです、ね、ウィザード形式で変換することができるようになりましたというお知らせをしております。で次が EFS ですね、えー、複数のアカウントとか複数の VPC から同じファイルシステムにアクセスすることができるようになりましたというお知らせをしております。ただ、ちょっと細かいです、ね、制約があるので、扱ってみようかなと思われた方は、ぜひドキュメントをです、ね、ご一読いただくことをお勧めいたします。 で、次が RDS-ON VMA ですね。こちら、先日にですね、発表はさせていただいてたんですけれども、パブリックプレビューを開始しましたということでお知らせをしております。はい、次がですね、29日ということで、現地では今日という話なんですけれども、こちらはですね、全部で11個の発表をさせていただきました。 1>, で1つ目がです、ね、レッドシフトコンカレンシースケーリングということでレッドシフトを、ね、ヘビーに使われているお客様はクエリを同時実行しすぎて性能がなかなか出ませんという課題を抱えているケースがありましたでそれを解決するのがです、ね、このコンカレンシースケーリングなんですけれどもたくさんのクエリが球、ね、の中で滞留したら自動的にクラスターを立ててです、ね、滞留しているクエリをまあ処理しましょうという考え方です面白いのがです、ね、メインのクラスターを24時間使うと それごとにですね1時間のクレジット利用券が付与されてその範囲ではですねただで使えますというところが面白いポイントかなというふうに思います。で次がですね AWS ツールキッズというところで PyCharm、IntelliJ、Visual Studio Code 向けに組み込むですね AWS ツールキットというのを発表させていただいてでこちらはですねオープンソースのツールというふうになっております。はい で次がですね、えー、待望されていた方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、AWS ラムダがですね、l b をサポートしましたという発表をさせていただいております。こちら、東京でもご利用いただけるようになってます。 はいえー、次がです、ね、AWS ラムダでカスタムランタイムをサポートしましたということで、あの言語ランタイムをです、ね、持ち込んでいただければ、えー、どんな言語でも動かせますよというのがこちらのアップデートです。で先ほどの Ruby のサポートもです、ね、このやり方で実装されているんですけれども、AWS からです、ねえー、C++ とラス s t のリリースをです、ね準,備えー、準備を進めております。でパートナー様からです、ね、PHP とか c o b o l のです、ねえー、言語ランタイムというのが提供される予定というふうになっております。 AWS から出るものはですね、OSS になっています。はい、次がですね、AWS ラムダレイヤーという機能を発表させていただきました。で、さまざまなラムダファンクションでですね、えー、共通ロジックのようなものは、個別に持たせるんではなくて、えー、レイヤーとして定義してですね、参照できるようになりますというのがこちらの機能でございます。 はい、次がです、ね、AWS サムがサーバーレスアプリケーションリポジトリと連携して、ネストされたアプリケーションをデプロイ可能になりましたと。あのー、同じものをです、ね、何度も作るんではなくて、コンポーネントの再利用ができるようになったので、保守性とかです、ね、開発の手間が減りますというのがこのアップデートのポイントかなというふうに思っております。はい、次がです、ね、AWS ラムダが ALB のバックエンドとして動けるようになりました。 でこれはどういうことかというと、ALB にです、ね、リクエストが飛んでくると、ラムダをインボークしてくれると、でまあ、つまりです、ね、ラムダに対する HTTP のエンドポイントとして、ALB を動かすことができるようになりましたという言い方もできるのかもしれません。で既存の Web、ね、アプリケーションの中に、ラムダファンクションを組み込むことが簡単になりますので、えー、使いどころはです、ねえー、あるんじゃないかなというふうに思います。 で次がです、ね、AWS ステップファンクションズ API コネクターズというのを発表させていただいていてステップファンクションズの中からです、ね、いろんなサービスに連携する場合は、まあ、今までラムダにです、ね、中継させるような行動が必要だったんですけれども特に行動を書かなくてもです、ね、連携できるサービスが8つ出ましたというのがこちらのアップデートでございます。 はい、であとは Amazon API Gateway が WebSocket をサポートしますということをプレアナウンスさせていただいております。でバックエンドとしてはです、ね、ラムダはもちろん使えるんですけれども他の AWS サービスをバックエンドとすることもできますし EC2 ベースのです、ね、サービスとか外のエンドポイントに対して振るようなこともできるような実装になる予定でございます。提供開始時期はです、ね、追って発表させていただきたいと思うので楽しみにです、ね、待っていただければと思います。 で次がです、ね、Amazon マネージドストリーミング r k a カフカということで、これ、プレビューの申し込みを受け付け中というステ,ステータスなんですけれども、カフカのクラスター、管理するのって非常に手間がかかります。でこの Amazon マネージドストリーミング r k a カフカなんですけれども、可用性の高いです、ね、カフカのクラスターを我々がマネージする形でご提供しましょうというサービスです。でカフカ向けのです、ね、アプリケーションというのを書き換えていただく必要は原則ありませんというところですね。 で、新しくですね、システム作る場合は、Kinesis Data Streams がいいんじゃないかなと思うんですけれども、すでにですね、カフカのクラスター向けのですね、アプリケーションをお持ちの場合なんかは、これを使っていただくとですね、クラスターの管理の手間がなくなるので、えー、非常にですね、えー、楽になる部分があるんじゃないかなというふうに思っております。 はいえー、こちらがですね、AWS ウェルアーキテクテッドツールということで、最近、我々がですね、いろいろお話をさせていただいている、いろんなところでお話をしている、well、ウェルアーキテクテッドフレームワーク。 あのシステムがさまざまな観点においてベストプラクティスにのっとってるかどうかを確認するための、まあ、ツールなんですけれども、今まではです、ね、私のようなソリューションアーキテクトが個別にです、ね、対面でアセスメントをさせていただいてたんですけれども、それをです、ね、自動ツールという形でリリースをさせていただきました。で、ユーザー様がです、ね、質問に対して答えていただくような形で、結果、いいアーキテクチャなのか、改善点があるのか、そういったものをです、ね、出力してくれるサービスです。 でこちらはですね、東京リージョンのシステムに対してもチェックすることができますので、もしよろしければですね、動かしてみていただくと、自分たちのシステムがどういう状態なのかっていうことが分かるんじゃないかなというふうに思います。というのがですね、えー、リインベントで発表されたサービスでございます。で、最近され発表された重要アップデート、資料をご用意したんですけれども、どう見ても時間が足らなかったので、えー、今日はですね、割愛させていただきますで。スライドシェアとかですね、PDF で公開しますので、後ほどですね、ご覧いただければ幸いです。